タンカツカツ。何しよう、飲みすぎよ。グイグイ。最高だ。すごい。食べてくださいとリクエストがあったのでね。あ、そうだったね。そうそう、大昔だけどね。今日はどちらですか？成田屋。成田屋ってさ、福山にしかないのかな。うん、多分。今度成田屋気になってたのに、いいってめっちゃ聞くからさ。成田屋ってチェーンだけど、うんうん、それぞれお店に個性があるっていうお店だよね、うん、でここは、うん、ぜひトリスを、うん、トリスのおすすめ聞いた時よな。そう、あんこかんとき、あれ何のトリスの結構このトリスは、うん、ホロホロの鶏がいっぱい入ってるタイプ。いただきます。なんだ、優しめ。優しめなんだ。めっちゃ入ってるな。うん、ゆずし食べよう。え、めっちゃいっぱい入ってるよ。うん、おいしすぎるね。え、これ全然安かったよな。500円ぐらい。いいね。うまっ。これだけ食べに来るレベルで美味しい。うん、プリプリ。美味しい。綺麗な色ね。うん、美味しい。何も美味しい。さっきって結構毎日ぐらい食べれるわ。何でなんだろうな。刺身より食べれるよ。うん、刺身よりたたき早いわ。何の魚だとしてもたたきの方が今日好きよな。タワラのたたきとか。確かに。なんでたたきにしたんだよな、最初の人って。あー、確かに。たたきにすると気持ち変わるかな。施設ある。確かに。まあ、高知ってさ、海沿いだから、うん、もう酔っ払っちゃった。あら、明日も仕事だというのに。最近さ、お休みが被ること多いじゃん。うん。京橋朝市この前行ったよ。行った。楽しかったね。2年ぶりよ。え？こんなに出なかった？うん。びっくりなんだけど。楽しかったね。いや、動画上がるんかな。ショート。ショート？楽しみ。あの時はほんまに。驚異的な速さじゃない？驚異的に速くない？チェンジャー巻くの。そんな速く曲げる？ちゃんじゃ巻きとこれトレードする？あ、全然いいよ。ちゃんじゃ巻き2個とこれ1個、うん、いいよ。いい。あ、でもちゃんじゃ巻き、あ、まあ2でいいか。トレード成立。こい、あの赤い字で出してお願いね。なんて？トレード成立って書いて。逃走中みたいな声でネロが黒今アフレコしといて。トレード成立。なんかいろんな人と酒飲みたい。その企画編、いろんな人と酒飲む企画。いいよ、できる。うん、いろんな人と酒飲む企画、かっこ起こってほしいです。あ、じゃあプロも一人で、うん、カメラ持って駅で前とか出て声かけて、うん、飲み行くみたいな企画。例えばあの走るだけあるかのテレビで。あ、かっこ女に限るみたいな。あいつのとこだったらやばいだろ。ネロが後ろからついていくから、ね、ディレクターとして。面白そう。でも一軒ベロベロになるよ。なんかさ、ねみそ、木と巣がさ、うん、サイズがねみそってこと。酔っ払いはもう困る。ねみそってこと。だよね、絶対。うん、どう考えてもねみそってことだよね。もうですね。誰も行かんもん、こんな酔っ払い見たら。はい。このデカさにびっくりじゃん、今これ。これ、デカすぎじゃない？で、これ何々があるかちょっと言ってや。つくね、皮、肝、桃、せせり、せせり？せせりやな。せせり。すごくないこれ。うん、え、でっかくない？ありがとうございます。知ってる皆さん、これ。これで750円なんですけど。え、違う、せせりが乗っとる。消しとる。え、安すぎじゃない？こんなでかくてさ。ありがとう。ニャーと飲みに来たらこれ生絞り絞ってもらえるよ。どうですか、飲み行きませんか。ペロの時間無理。ありがとう。優しいね、何も言わず絞ってくれるの。
じゃあさ、ニャロの長所の話せん。長所をベスト3で考えるから、うん、ニャロが自覚しとるものも3つ教えて考えてくれん。でっかいの取った。おいしい。おうまっ。うまい？マジうまっ。え、だってこんなぷりっぷりよ。長所、ネロの長所を考えるから考えてた。1,2,3,3 連単したらここタダ。お、マジ？うん。で、3連服もあり？服は、まあ、半額になる。あ、ドラムだったら全額なの。うん。決めました。長所第3位は物を大切にするところです。入ってました？入ってません。え？長所第2位は他人に優しくできるところ。おー、まあ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 、近いし、近いし。第1位じゃあ、第1位入ってたらボーナスポイントね。 OK。 第1位あと何だっけ。あ、継続ができるところです。あー、でもまあ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 、大きく見たら立っとるで、1、2は。うっせ、うっせ。ほんまに長所の第一、まあでもほんまに継続したことによってできてるから。でも3位めっちゃ重いよ。もう晩ご飯毎日奥さんが作ってますとか、家事も全部奥さんがやってますみたいな家庭がやっぱ多いかなって思うよ。でもニャロはお洗濯毎日してくれるし、ご飯もいつも作ってくれるし、本当にニャロはうちのことしてくれて、申し訳ない、申し訳ないわけやけど率先してやってくれる、なんでなんじゃろって思う時ある。ピョロが下手やからニャロが自分でやった方が思うようにできるっていう。好きなんよ、その綺麗になるとか散らかってるものを片付けるとか喜んでもらうとかが好きやからするだけ。ありがたい。そんなよかったな。うん、本当に供給何かつって。じゃあ次ピョロのターン行く。これ幸せしかないよな。なあ、みんなした方がいいよ。はい、早いですね。すぐ出てきますね。第3位からお願いします。第3位、何でもそつなくこなすことができる。詳しく教えて。詳しく、まあ、なんかその初めてやるようなお仕事でも割と器用にこなすし、物覚えが良かったりするじゃん。だけどなんか言われたこととかバンバンってこなすことができるし、器用だからすごいなと思いますね。嬉しい。何だっけ、誰とでも仲良くなれる、誰とでもいろんなお話ができるです。やったの、1位にしとった。1位か。え、迷ってたよ。嬉しい。え、詳しく教えて。ニャロにはないところを持っとるってとこで、まあ、まずすごいなって思うし、初めましてのところでニャロの界隈来ても仲良くなれるし、それはすごいなと思いますね。第1位はこれは長所っていうか、まあ、長所はこれを受け取るのはニャロしかおらんないけど、何、愛情表現が素敵ですね。これが1位になりましたね。お酒が美味しいですね。でーす、乾杯。当たらんかった。何にしたの。誰とでも話せる、ポジティブ、愛嬌がある。あ、じゃあこれなんか全部似てない。うん、ほぼ一緒やな。全部ポジティブ。残念ということで。嬉しい、愛情表現。多分なんか現代の女の中で結構愛情表現するもん。そうね、うるさいぐらい知ってるもんな。嬉しいでしょ、でも愛情表現されたのが。うん、そう、素直にできるのがすごいことやな。うん、確かにプライドがめちゃめちゃ低いからってなる。そんなことないやろ。幸せの企画、うん、みんなした方がいいな。みんなした方がいい。じゃあ、かわいいチョコランキングしよう。恥ずかしいで、よできんわ。うーん、よいよ。まあ、こっちとら編集するんやで、これ。うん、じゃあこれ発表するの。とんこつこつ最近プールしてめっちゃ良かった。去年行ったな、一昨年じゃ。どこ行った。レオマ。レオマ、レオマのプール行ったが、大雨降ってきて避難したが。あれ、おぼうなん。ジェットコースターに並んだけど、やっぱやめるってやめて。え、覚えてない。そうだっけ。水上のさ、
屋外コースターみたいなやつ、懐かしい、絶対乗れって言って、でピュロに無理やり引っ張っていかれて、マジで無理っつって帰って行って、ピュロも動画撮るよって、一人ぼっちで寝たんじゃないわ、一人で乗ってニャムに手振った、あ、手振ってきた、すごいな、あれ何撮るやんけ、いや、あれ楽しめるのってさ、最高じゃない？ほんまやな。結構ご飯あるよな。持って帰ろう。どうせ行ってお腹膨れる。黄ニラがすごい。めっちゃいい香り。え、チャンジャー巻きだ、あれチャンジャー巻きじゃなくて、もうじゃなんとかレンジャーみたいな、思った、何レンジャー世代、電王、え、最近だね、幼稚園でショール人おった、なんとかレンジャーごっこ、あ、アバレンジャー、おい、アバレンジャー、アバレンジャー見たことない、爆竜戦隊アバレンジャー、え、爆竜戦隊だ、何色やと思うんやろ、ニャロが何かだった、正体黄色、緑、青、紫、赤、赤ないよ、あげんじゃろ、あ、ニャロが赤なわけないじゃん、ニャロは黄色、赤やったんだ、絶対ニャロは黄色、こんなどうでもいい言葉覚えとるけんな、頭悪いんよ、ニャロの記憶力はほんまにすごいと思う、ほんまどうでもいい言葉って覚えてる、じゃあ、一昨日の晩御飯は焼肉やろ、やけ、え、早っ、え、これはだってさ、え、待って、全然分からなかったよ、え、これはだってあれ、え、待って、すごいわ、え、じゃあ待って、1週間前は、え、それは覚えてないっしょ中華やん、すごすぎ全く覚えてない、それはだって、中華覚えてるやん、お、もう来週から夏休みだろ、うん、20日ぐらいから世間は夏休みだし、ということで、じゃあ来週のトークは夏休みトークをしましょう、皆様コメント欄で夏休みの思い出をお待ちしてます、もう寝るだけです、お疲れ様でした、 Yeah, subscribe please and good and サブチャンネル トンジルーム check please check check it out、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、美味しかったね、成田屋さんはね、なんかいろんなとこあるって言ってて、うん、何気あんまり来たことないということで、ピョロちゃんはテンションが上がっていっぱい飲んでもフラフラでございますが、2杯しか飲んでないとても楽しいご飯になりました、すっごい楽しかったね、今年も夏乗り切りましょうどういう脈絡なというわけで、チャンネル登録と高評価とサブチャンネルもお願いします、トンジルームね、あれひらがなに改名しましたので、え、そうなの、うん、まあプロは全然英語で思ってつけていいので、トンジルーム、それでは今年の夏は頑張ろうね、登録登録チャンネル登録登録